にちは、アケットショップのアキエです。本日は1月入荷アイテムの紹介第4弾といたしまして、アケットショップオリジナルブランド ZOZOT のバッグを紹介したいと思います。 ZOZOT は私が企画したものを母が制作しております。で、1点ずつ手作業で作っていて、ほとんどの商品が1点ものとなっております。で、今回は、2点紹介させていただくんですが、どちらも古いよりメイクしたものになっております。では早速ですが、商品の紹介をさせていただきたいと思います。こちらが ZOZOT リメイクレザートートバッグ、お値段が 10,780円になっております。お色はブラックで、とても柔らかい羊革を使用しております。サイズは横幅が 21cm、縦が 30cm、ハンドルの長さが 40cm となっております。で、中はこんな感じで、こちらにオープンポケットが1つついております。で、入れ口はこのようにマグネット式になっております。ではこちら持った感じ見ていただきたいと思います。とてもシンプルで街のない縦型のトートバッグになっております。とにかく軽くってすごくしなやかな革を使用しておりまして、今回ちょっと小さめのサイズに作らせていただいたので、普段使いしていただきやすいのかなと思います。で、まあ黒ですし、シンプルなデザインなので、どんなスタイルにも合わせやすいバッグとなっております。表側についている斜めに切り込んだポケットがデザインのポイントになっております。気になる方いらっしゃいましたら、オンラインショップでも販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。続きましてこちら、 ZOZOT のリメイクレザーナップサック、お値段が 11,880円となっております。こちらお色ブラックで、柔らかい羊革を使用しております。サイズは横幅が 32cm、 縦が32cm、 マチはありません。で、紐の長さなんですが、一応こちらで結んであるので、多少の調節は可能となっております。で、こちらが巾着になっておりまして、ここで袋を開け閉めしていただくようになっております。で、中はこんな感じで、こちらの方にポケットが一つついております。で、この表側にもポケットがついておりまして、こちらはマグネット式になっております。ちょっとスマホとか入れていただくのにちょうどいいくらいの大きさのポケットがついております。こちら持った感じ見ていただきたいと思います。こちらも先ほどのトートバッグ同様、とても軽くて、シンプルなデザインが大人っぽいナップサックとなっております。小さめサイズで、とても合わせやすいので、いろんなスタイルに合わせていただけるようになっております。後ろに背負ってもらうだけじゃなくて、ちょっと肩掛けしてもらってもいい感じに持っていただけるバッグとなっております。デザインといたしましては、前面にある斜めに切り込んだポケットがポイントとなっております。はい、いかがでしたでしょうか。今回は ZOZOT のバッグ2種類を紹介させていただきました。どちらもオンラインショップでのご購入も可能となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄の方に URL を貼っておきます。今回は以上になります。ではこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。